皆さんこんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ユニクロの T シャツナンバーワン決定戦というテーマでお届けをしてみたいと思っています。ところで皆さん、ユニクロの T シャツってめちゃくちゃバリエーションが多いので、どれを選べばいいかわからないってことありませんか？僕もですね、ユニクロのサイトは日頃からチェックしてるんですけども、 T シャツというジャンルの中でもめちゃくちゃ商品量が多いんですよね。まあそうなると、どれがいいのかとか、こういうシチュエーションにはどういったものがいいのかとか、なかなか分かりづらいかなと思うので、今回の動画ではユニクロの T シャツナンバーワン決定戦ということで、全体の中で見たら総合的にどれが一番なのか、あとは部門ごとにですね、一番も決めておきたいなと思うんですね。着心地の良さだとか、重ね着の時にはこれが一番いいだとか、まあ本当にジャンルごとに一番があると思うので、今回の動画を見ていただければ、ユニクロの T シャツどれを選べばいいのかが分かって、こういう場合にはこれ、あの時にはこれというのが明確になるかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここから具体的にですね、ユニクロの T シャツ皆さんにですね、比較しながら解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず1枚目はこちらですね。ユニクロ U のクルーネック T シャツ、サイズは M です。今回ご紹介するものはなるべくわかりやすく全て M で統一をしています。身長164センチ53キロの痩せ型なんですが、 M サイズを着てみるとどうでしょうか。まさにですね、ジャストサイズですね。大きくもなければ小さくもないという形で、すごくベーシックなサイズ感になってるかなと思います。まあ、ユニクロの T シャツの中でも結構ドベーシックに近いかなと思うんですね。まあ、ユニクロ U の T シャツといったら、あの名作 T シャツ今日も出てきますが、そちらの陰に隠れてあんまりですね目立たないのが、こちらのクルーネック T シャツではあるんですが、まあ、使い勝手のいい本当にベーシックな T シャツという印象ですね。良くも悪くもそこまで特徴がないので、これをですねあえて買う方ってそんなに多くはないかなと思うんですね。だけどもよく見ると良いポイントがいくつかあるんですが、まずは素材感ですね。コットンで割とですね、厚手なんですね。なので白 T1 枚でも透けたりすることがないというところ、体のラインをそこまで拾わないというところがすごくいいポイントかなと思います。で、表面に光沢感があるような形ではなくて、割とですね、ワイルドな感じの昔ながらのこう T シャツの質感ですね。このあたりもすごくいいなと思ってまして、着て、洗濯して、その繰り返しで、だんだんですね、生地が馴染んでいったりだとか、味わい深くなってきたりだとか、使えば使うほど風合いが出るという意味では、この1枚は結構魅力的かなと思います。袖もですね、決してこう長くないんですよね。最近の T シャツって結構袖が長いものも多かったりするんですが、腕の関節よりも短いです。身幅もかなりフィットしていて、あとは襟元のですね、リブですね。ここが結構太めの印象なんですね。まあ、かなりしっかりとしているので、洗濯しても首元がですね、よれたりしないというところも含めて、かなりタフに使いやすいような一枚だなと思いました。まあ、正直ですね、この T シャツ1枚で僕は着たいなとは全く思わないんですね。というのもベーシックすぎてしまって、これがおしゃれな T シャツなのか、もしくはインナーの T シャツなのか、そこがですね、ちょっとわかりづらかったですので、これはどのように使えばいいのかというと、僕の中ではもう明確なんです。1枚で主役として着るのではなくて、重ね着のベースとして着るのが最適かなと思っています。例えばですね、こちらにあるような夏場だったらオープンカラーシャツですね。これをですね、上に着てみるとすごくわかりやすいかなと思うんですね。最近の T シャツって結構1枚で着るものに関しては腕が長かったりするんですが、そうなるとこちらの半袖シャツを重ね着をした時に、微妙にですね、この袖の長さが T シャツの方が長すぎてしまって、チラチラと見えてしまうってことがあるんですが、そういったことが一切ないのがこちらのクルーネック T シャツなんですね。ちょっと実際に上に着てみたいと思います。はい、着てみましたがいかがでしょうか。このように重ね着をした時に袖ですね、ちょうど内側このラインになってますよね、 T シャツで。シャツの方はこのラインなので全く見えることがないんですね。そして着丈もですね、コンパクトなので、これまた前から見た時に T シャツが見えることもないですし、このように重ね着をした時にこちらのクルーネック T シャツというのはすごく使い勝手がいいんですね。
で、表面に光沢感がないので、良くも悪くも目立たないんですよ。これがちょっと上質な微光沢のある T シャツだと、重ね着をした時に T シャツが結構悪目立ちしてしまうので、僕はあんまり好きじゃないんですね。重ね着用の T シャツと1枚で主役になる T シャツは別物と捉えると、やはりこちらの T シャツの価値というのは改めて明確になるなと思っていまして、今僕が着てるような夏場だったらオープンカラーシャツだとか、まあレギュラーカラーの半袖シャツだとか、春だとか秋だったらシャツアーターだとか、あとはジャケットだとか、上に何か羽織るときにはめちゃくちゃ活躍してくれる T シャツだと思うので、ぜひ皆さんもこんな形でガンガン使い倒していただければなと思っています。はい、続いて2点目の T シャツなんですが、これはもう皆さんもおなじみ、ユニクロ U のエアリズムコットオーバーサイズクルーネック T シャツですね。まあこれはですね、先ほどのユニクロ U のクルーネック T シャツと結構ですね、対極にあるような存在だと思ってるんですね。先ほども述べたように、割とですね、サイズ感が大きな違いがありまして、コンパクトなクルーネック T シャツと、ちょっとゆったりめのサイズ感のエアリズムコットオーバーサイズ T シャツ、ここはですね、大きな違いだと思います。袖丈なんかはかなり長さが違くて、腕の関節よりも長くなっていますし、身幅もゆったりめ、着丈に関してはどちらもコンパクトめというところは共通してるかなと思うんですが、こちらはもう使い方が完全に変わってきまして、1枚で着るとすごく様になる T シャツかなと思います。もちろん重ね着も NG ではないんですね。袖の長いものと合わせる分には全く問題ないんですが、半袖のシャツだとかポロシャツだとか、そのあたりのアイテムとの相性はあんまり良くないんですね。そして表面に光沢感があるので、1枚で着てもちゃんと映えるというところ、ここがポイントなんですが、この光沢感が重ね着をする上ではちょっと邪魔に感じるところもあったりするので、個人的にはこれは1枚で着るような T シャツかなと思います。ちゃんとトレンド感のあるサイズ感と上質な質感とめちゃくちゃ多いカラーバリエーションですね。このあたりが最大の魅力で、まあ、全体のバランスで言ったらやっぱりこの T シャツは未だにですね、ナンバーワンに輝くような名作だと思っています。その中でも今季はこちらのブルーですね、かなり気に入っていまして、個人的にも着ることが多いです。ユニクロ U というのはデザイナーのこだわりというのが非常にですね、色濃く反映されているレーベルでもあるので、特に色使いがすごく曖昧で美しさを感じるポイントかなと思うんですね。ブルーなんだけどもちょっとグリーンがかかっていてくすみ感のあるカラーというところで、これがねすごく使い勝手がいいんですね。僕は普段ですね、皆さんにですねご紹介しているブラック系のパンツにも相性がいいですし、ホワイト系のパンツだとかグレー系のパンツにも相性がいいので、1枚あると様々なコーディネートに使いやすいので、まあぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。ただ最近はですね、街でもこちらの T シャツ着てる方がめちゃくちゃ多いというところで、人と被りやすくなってきたなというのは実感してるんですね。そこだけが唯一懸念点なんですが、人との被りをですね気にされる方は、以前にもご紹介した無印良品の T シャツですね、ポケットがついていて、あとはほとんどこちらと変わらない T シャツなので、まあ、ちょっと人との違いを出すという意味では検討する価値もあるかなと思うので、ぜひ合わせてチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて3点目の T シャツなんですが、僕が今着てるこちらですね、オーバーサイズポケ付き T シャツという商品なんですけども、これって正直あんまり派手さがないので見落とされがちなんですが、隠れた名作 T シャツだなと思ってるんですね。特に様々なカラーバリエーションがあるんですが、その中でも白がいいなと思ってるんですね。まあそれには理由がありまして、まあ白 T っていろんなものがあるんですね。例えば先ほどのユニクロ U のですねクルーネック T シャツ、こちらも白 T でしたが、割とサイズ感がコンパクトで1枚で着るよりは重ね着に適した1枚だと皆さんにお伝えしたと思うんですね。名作ではあるんですが、1枚で着るにはちょっとこうサイズ感だとかディティールに関してもベーシックすぎるかなという印象なんですね。もしくはユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツですね、こちらもホワイトがありまして、サイズ感緩めですごくいいなと思うんですが、割とこちらもですね本当にベーシックなですねポケットもないような T シャツになっているので、ややシンプルすぎるかなと思ったりするんですね。一方で今僕が着ているオーバーサイズポケ付き T シャツというのはサイズ感は緩めなんですね。ユニクロ U のエアリズムコットンよりはやや短いぐらいかなと思います。腕の関節とちょうど同じぐらいですね。身幅はゆったりしていて着丈は短めなんですね。で、最大のポイントはポケ付き T というだけあって、こちらのポケットですね、これがあるかないかでだいぶ印象が変わるんですね。特に白 T に関してはすごくベースがシンプルなので、少しディティールが凝ってる方がそれなりにですね差が出しやすかったりするので、
その点こちらの白 T は完成度が高いなと思います。素材感はですね、表面に微光沢があるというよりは割とですね、ユニクロ U のクルネック T シャツのようにベーシックなコットン T シャツって感じがします。着込むと味が出てきそうな、まあそういったあまり気取らない質感っていうのも白 T ならではで、僕はいいんじゃないのかなと思うんですね。なのでユニクロでもし白 T を選ぶのであれば、隠れた名作のオーバーサイズポケット付き T シャツは選んでおきたい1枚なのかなと思います。意外と街でも着てる方はそこまで多くないと思うんですね。話題性があるかというと結構地味なんですよ。派手さもないユニクロの通常ラインのアイテムなんですが、意外と着ると使い勝手がいいものなので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト4点目はドライカラークルーネック T シャツですね。今僕が着ているのはですね、グレーという色合いなんですが、これはですね、これまでご紹介した3枚の T シャツに比べると圧倒的にサイズ感がコンパクトだと思います。全部同じ M サイズなんですが、これ袖もですね結構短めですし、身幅もフィット感があって、着丈はですねそんなに短くなくて、ある程度長さがあるんですね。いわゆるドベーシックな T シャツのサイズ感で、久々にこういったものを着てみたなと思うんですね。まあ決して今っぽいシルエットの T シャツではなくて、外に1枚で着てく系の T シャツではないんですね。表面はコットンを使ってるんですが、肌と触れる面に関してはポリエステルを使っているということで、まあドライ機能がありつつも見え方はコットンというところで、すごく機能的な T シャツになってるんですね。これ使い方として最適なのはインナーとして使うとか、あとは部屋着からワンマルウェアとして快適に着るというところですね。そういった意味ではかなり使い勝手がいい T シャツなのかなと思います。部屋で過ごす時の T シャツって、まあなるべくですね、リラックス感があった方がいいかなと思うんですね。袖が長かったり、身幅がゆったりした T シャツも決して悪くはないんですが、もたつくので、それよりはサクッと着て快適である T シャツというのはすごくですね、部屋着としては優秀だと思うので、まあそういった意味ではこの T シャツすごく使い勝手がいいなと思います。肌の面がポリエステルなので、割とまあスポーツのシーンなんかで着たり、ちょっと汗をかくようなシーンでも使えたりするので、そういった部屋着からちょっとしたスポーツの場面ではすごく活躍してくれる T シャツかなと思います。ただこちら1枚で外に出かけたいだとか、おしゃれ着として活用するのはなかなか難しいかなと思います。襟元のリブですね。ここは結構細めになっていて、割と上品な見え方になっていますし、あとは素材感が表面コットンなので、割とですね、重ね着には使い勝手がいいかなと思います。タックインをして、この上にジャケット着るだとか、シャツアウターを着るだとか、そういった着方なんかは割といいかなと思うので、まああくまで主役ではなくて、隠れた機能系のアイテムとして、こちらの T シャツは使うとすごくいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画ではユニクロの T シャツナンバーワン決定戦ということで、まあいろんな T シャツを比較しながら皆さんにですね、その魅力をお伝えさせていただきました。まとめると総合1位はですね、やっぱりなんだかんだでユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツ、これがバランスが良かったと思います。やっぱり春夏であれば T シャツ1枚で主役になるというところがすごくありがたい点ではあるので、ちゃんと着映えがするような今っぽいオーバーサイズで、表面の微光沢の雰囲気も上品で、なおかつカラーバリエーションが豊富で、色の雰囲気もですねこなれているというところでは、なかなかこれを超えるような T シャツは出てこないなというのを改めて実感をしました。ただジャンルごとに1番は変わってきていて、先ほどもお伝えした通り、重ね着をするんだったらこちらですね、ユニクロ U のクルーネック T シャツ、これがですね割とこう素朴な素材感で主張がないので、1枚で着るよりは重ね着の時に最大のですね魅力を感じられるかなと思います。一方で白 T の中でナンバーワンはオーバーサイズポケ付き T シャツですね。素材感もラフで割と使い勝手のいいですねコットン T シャツなんですけども、サイズ感ゆったりでポケットがあるので地味に見えすぎないという魅力があるかなと思います。そして部屋着としてはこのドライの T シャツですかね、1枚で着て様になるかというとかなりタイトなので、ちょっと今っぽい T シャツではないんですが、肌触りの良さだとか、あとは表面がコットンで肌面がポリエステルというところですね、このあたりの作りだとか、あとはあえてサイズ感コンパクトにしているところが部屋着としては使いやすいかなと思うので、部屋着からワンマイルウェアとしてはナンバーワンはこちらかなというふうに思っています。まあ、このような形でユニクロにもですね様々な T シャツがありますが、皆さんも用途によってそれぞれの T シャツをですね使い分けていただければなと思っています。
します。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、そして専門ブランドの知識なんかはですね、僕がもう一つ運営していますメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に3本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ライブ配信もやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えするような形で運営していますので、気になる方は動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段ですね、なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンもやっています。そちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をやっています。まあ大体1分か2分ぐらいでサクッとですね、ファッションが学べるような内容になっていまして、僕も毎日投稿していますし、僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事をアップしてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、様々なコンテンツに気軽に触れることができる場になっていますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。